はい、どうも、無名です。今日はね、この元カノは友達だから問題ないの続きをやっていきたいと思います。やっていきましょう。なんか待って、指紋で、やべえ、来たね。オッケーオッケーオッケー。はい。ここは、また高校か。遠くに見える制服姿の元カノと、もう一人は？あ、俺くん。なあ、あいつ誰だよ。誰って。んーだよ。どうしちゃったの？え、ごめん、聞こえなかった。もう、からかってる？何々だってば。ごめん、聞こえない。もっと近くで。なんだ、そんなに近くに来てほしいの？いや、違う。聞こえないから。はいはい。じゃあ、この質問に答えたらいいよ。またかよ。第3問。彼女がいるのに元カノと電話するのは問題ない。場合にはよると思うけどさ。別にいいんじゃない？そのルールが厳しくなかったらいいんだけど。ああ、問題あるにしちゃったけど、まあ、いっか。減ったんかい。もっと知りたいところだけど、今日はここまで。こんなの聞いてどうするんだよ。って、ほら、早く教えてくれよ。だから、何々だってば。だから、聞こえないってば。あれは、誰なんだよ。教えるって。約束？4日目、ランチだったら問題ない。2人で会わない？そう言われて俺は会うか断るか考える前に、いつ会える？そう答えていた。相談に乗ってもらえるのはありがたいことだ。断る理由はない。それだけ、それだけ。2人で会うと言っても、相談という目的がちゃんとあるからで、何もやましい気持ちはない。何も。あ、元カノからかも。今日何時に会うか決めてなかったしな。ほう。なるほど。あ、今カノからも来てる。今日予定聞かれたらどうするよ。おーい、おはよう。待ち合わせは13時でどうかな。ランチしながら話そう話そう。パースタパスタ。おはよう、オッケー。そんで？ よろしく。なるほど。なんか、元カノも俺に会うの楽しみにしてくれてるよな。未だに元カノの彼氏については何も教えてもらってないけど、それも今日聞けるかもしれない。そんで？おはようございます。俺くんを占ったところ、正義のカードが出ました。行いが誠実なものか。自分や他人の行いについて感情的にならず中立的立場から判断しているか。問われる場合にあるのかもしれません。は？なんだよ。俺の行いに問題があるとでも言いたげだな。いや、まあ、あるとは思うけどね。さっきから見た感じはあるとは思うんだけど、まあそこのね、そのこのカップルのね、ルールがわかんないからね、なんとも言えないんだよな。煽りとも取れる内容で少し気分が悪い。あ、こういうのが感情的な判断ってやつなのか？占いを信じてはいないが、妙に意識させられるのは確かみたいだ。LINE のタイムラインには記事を投稿してるんですよ。ほほほ。すげえ。余談の方は遠回しに記事を見てくれって言ってるみたいだな。LINE のタイムラインを、なんて、ん？なんだ？ LINE のタイプラインなんてほとんど見たことないけど、ちょっと見てみるか。俺も見たことねえな。俺もマジで見たことねえな。あれ？元カノの LINE のタイムライン使ってるんだ。へえ。気晴らししたい。備えあれば憂いなしと言います。旅行の準備をしていたのですが、すでにキャリーケースが5個。お前どういうこと？ お前は何をしに行くんだよ。お前なんか今から戦闘しに行くみたいな。おいおい、何持っていく気で後で言っといてやろう。雨女と言われましたが、今日の心は晴れ模様です。そう、夢は人の心理状態を表す。そうですね。へえ。でも大体起きた後に忘れてるんだよな。今日は彼のためにハンバーグを作ろうかと、とっておきの隠し味。おい、やめてくれよ。おい 怖えぞ。ホラー映画が好きだとよく言われます。けれど、邦画のホラーは苦手なんです。あ、あれか、あれか、あれだな、なんだっけ。
呪音とかかな。今日は健康に気をつけるようにしたいですね。健康第一だな。割と普通な投稿もしてるんだな。今日は外出を控えた方がいいみたいです。自分のことも毎日占ってるのか。本当占い好きだよな。今日は、なんて読むのこれ。コッパ店わかんないけど、素敵な壺を購入し、お家にお迎えしました。幸せになれる壺だそうですよ。なんだかお鍋にも使えそうです。それ壺じゃないんじゃね？それ壺じゃないんと思うよ。多分壺ではないな。なんだこれ。ほんと最悪。ありえない。お、どうした？喧嘩してんな。ほんと最悪。ありえない。は？俺のこと？あんたのことだって一言も書いてないですけど。さっき話した直後じゃねえかよ。ああ、じゃあ悪いこと言った自覚あるんだ。は？いい加減にしとけよ。喧嘩っぽいよな。相手が彼氏かどうかまではわからないけど、こんなネガティブな投稿を FN では見つけられなかった。元カノだって俺を心配してくれてるんだし、今日会ったらそれとなく聞いてみるか。いや、深い追いはダメだろ、お前。それはやめた方がいいと思うよ。知らねえけど。あっべえ、もう12時半だ。ちょっとだけ見るつもりがだいぶ時間が経っていた。俺は急いで支度し、部屋を後にした。はぁ、あ、はぁ、あ。ああ、ごめん、待たせたか。え、なんで笑うんだよ。ああ、慌てた、慌ててたし、髪とかボサボサかも。だって、息切らして走ってきた俺くんが面白くって。あ、でも髪はボサボサ。急に距離を詰められ、顔が熱くなるのを感じた。元カノの手が、俺の髪に触れ、乱れた髪を整えてくれる。ちょ、おい、やめろよ。って言っとくか。知らんけど。ちょ、おい、やめろよ。やめない。元カノはにやりと笑うと、俺の髪を混ぜまくって、さっきよりも髪をボサボサにしてくれた。それじゃ行こう行こう。なるほど。好感度上がんの今の。そんで？このトマトクリーム超美味しい。これはトマト嫌いだからな。俺くんはハンバーグ大好きだよね。相変わらずお子ちゃま。ハンバーグうまいじゃん。トマトも人参も嫌いだ。はい、やる。俺はそれの野菜を元カノの皿にどんどん移す。まあ、やべえな、それは。それはね、ちょっと。それはちょっとね。まあ、その元カノがね、親切だったらいいんだけど、俺は、あ、こら、本当におこちゃめになった。本当変わらないね。俺は良くないと思うな、これ高校の頃、よく二人でファミレスに行ってさ、こんなやりとりしてたっけ。変わらない変わらないって言うけど、2年ちょっとだろ。そんなに人は変わらないよ。いや、好きな人とかは変わったよ。彼女できたのがその証拠だし、そんな顔するなよ。そうだった。早速本題に入るけど、その彼女さん、ちょっと危ない感じするよね。へぇ。怪しまれてる気がする。だからお前と付き合いたい。お前誰やねん。お前はどうした？お前、狩野英孝か。もっと楽しい話しよう。でもね、この話切り出してくれて、もっと楽しい話しようよっていうのはね、ちょっとね、あ、ごめん、気使わせちゃったね、みたいになっちゃうと思うし。まあ、ここは話乗ってあげた方がいいかなと思うよ。怪しまれてる気がする。ちょっとね、話乗った方がいいかなと思う。そんで？いや、危ないっていうほど極端な話じゃないんだけど。もともと変わったやつだけど、お前と会った日から俺のこと嗅ぎ回ってるような気がするんだよ。知らないはずのこと知ってるような口ぶりとかするんだよ。もしかしてだけど俺くん、私と会ってること彼女さんに言ってないの？大丈夫大丈夫、一言もお前のこと言ってない。割と慎重に行動してるつもりだし、だから安心しちゃおう。だからだよ。ああそういう感じか。ああ確かにそうかもしんない。だからだよ、俺くんがコソコソしてるから彼女さん気になるんでしょ。もう女の子はなんだ？なんて読むかわかんないけど。私と俺くんはコソコソする必要がある仲じゃないの。彼女さんのストーカー行為が悪化しないうちに次からちゃんと私のことを説明しておいて。別れるのは様子見。以上。怒りと呆れが混じったような声色、生殖。よくもなくわかんないけど、まくし立てられ、俺はただひたすらうなずくしかなかった。てっきり味方されるものと思ったが、お説教される羽目になるなんて。
ま、わかった。わかったってば。って言ってもね、この元カノがね、切り出してくれた話題なのにね、その話題に乗ってあげてさ、なんかめっちゃ説教されてるのも、それもそれでなんか、ええー、って思うけどな。それならよし。あ、え、増えたのか。そうだよな。正直に今カノに元カノのことを伝えてみるか。やめとけー。それはやめた方がいい。やっぱりやめておこう。元カノの助言はありがたいが、聞かれてもないのに言う必要はないだろう。それにしても女の子ってほんと恋愛話が好きだよな。人の相談に乗るのとか、俺自分のことはあんまり話さないのに。あ、そういえば。ほんと最悪、ありえない。は、俺のこと？あんたのことだって一言も書いてないですけど。さっき話した直後じゃねえかよ。ああ、じゃあ悪いこと言った自覚はあるんだ。は？いい加減にしとけよ。そういえば、LINE のタイムライン見たんだけどさ。なんかコメント欄で喧嘩してたよな。別に元カノの今の人間関係を詮索したいわけじゃない。ただ元カノは俺のために、お闇、心身。お闇に相談に乗ろうとしてくれた。その気持ちに何か返せるものがあればと思った。ちょっと心配になってさ。相手って友達？彼氏か？お前がこうして俺のこと心配してくれたし、心配してくれたりしてくれるからさ、俺だって相談に乗りたい。友達として。俺くん。ふざけてばかりの俺が真面目に切り出したせいか、元カノが驚いた顔をして、俺の顔をまじまじと見つめる。あれは。あ、ごめん、また電話。だからさ、なんかさ、なんで電話さ、電話のさ、なんか出るときさ、このなんかさ、ジョジョたちみたいになってるの。この間も電話で邪魔されたっけ？え？もう？はい。もうちょっとだけ遅く。やっぱり彼氏かな。元カノを悲しませるような男なんかぶっ飛ばしてやりたい。もちろん友達として。俺だったら絶対こんな顔させてない。ごめんね、俺くん。帰らなくちゃ。彼氏か？今のは彼氏じゃないよ。え？引っ越し業者の人がもうすぐ来るんだ。すっかり忘れてた。え、お前こっちに帰ってきてたのか？驚いた。なぜなら高校卒業後、俺は地元の大学に、元カノは遠くの短大にそれぞれ進学した。なるほど、今日こうしてすぐに会えたのも引っ越してきたからか。引っ越しなら俺も手伝うよ。男で会った方がいいっしょ。え？そこまで行ってすぐに後悔した。もしかしたらこれから彼氏と一緒に同棲するつもりで引っ越したのかもしれない。確か彼氏と遠距離恋愛中だったし、これから一緒に住むのも自然だよな。ごめん、余計直せるわだよな。やっぱ帰れ。そんなことない。本当にいいの？え、あ、むしろいいのか。お邪魔して。すっごく助かる。じゃあパパッと食べて、私の家に行こっか。話の続きもしたいし。もしかして、元カノの家で二人っきりか。お前は何を期待してるのかわからんけど。お前は何を期待してるのかわからん。そんなこんなで、俺たちは料理を食べ終え、元カノの新居へ向かった。ほう。なるほど。あ、マンションね。ああ、結構片付いたかな。二度き。なんて読むんだこれ。二ほどき。わかんないけど。この次のこの漢字も読めないんだよね。そかた、そかたっていうのか。すみません。一つわかったことがある。元カノのマンションは二人で住むには少し狭い間取りだった。おそらく同棲ではない。つまりこれからもこうやって家で、元カノと、どうしたの？変な顔して。あのね、この主人公がね、なんかね、揺らいでんだよね、さっきから見た感じ。なんかこれ嫌だわ、見てて。なんでもない、ない。ちょっと休憩しよっか。こっちにおいでよ。お前な、それはやばくないか。隣に座る。まあ、隣に座ってあげよう。この元カノはどうなんだろう。とっかいひっかいしてるイメージもあんだけど、どうなんだろうな。まだちょっと俺は半信半疑だね。疑心暗鬼になってます。俺は言われるまま隣に腰を下ろす。ちょっと距離が近すぎたかな。いや、でかいソファーじゃないんだし、仕方ないよな。少し手を伸ばせば触れてしまえる。あ、そうだ、コーヒー入れてくるね。元カノは立ち上がると、スタスタとキッチンへ向かってしまった。手をそっと握ってムード作ろうかと、1ミリも思ってないから。あ、減ったの減っちゃったの。お、サンキュー。
対する今かなはコーヒーを出してくれない上に紅茶で俺を毒殺しようと企んでくん企んでるかもしれないというなんでさ今かののさこのディスリーを入れてくるかな。なんかイライラしてくるこの主人公見てて元カノがコーヒーを入れてくれている間にもう少し片付けとい片付けといてやるか。上から目線なんだよお前は。幸せの道、なんだこれ。幸せの道、あなたの今は必ず変えられる。幸せの道第一歩目、私は幸せ。朝昼晩声に出して幸せを叫びましょう宗教的なあれ、宗教的なあれが来てるんだけどね。幸せの道第二歩目、ちょ待って、一歩ずつなんかね踏みしめなきゃいけないのこれは。怒り、悲しみ、落ち込み、涙を流し終えました。鏡に向かって幸せ叫びましょう大丈夫かこれ。朝原翔子みたいな。朝倉って誰だよ。なんでこの本ふざけてるのか。自己啓発的な本、ん自己啓発の本っぽいけど。で、コップ。これは、まだ持っていてくれたのか。俺と元カノとお揃いで買ったマグカップだ。俺もキッチンの棚奥に置いてある。俺のこと嫌いだったら捨てるよな。それも引っ越し先にまで持ってくるか。これ知ってるんだけど、女の人って、なんかね、あれだよ、なんだっけ、こういうなんかね、カップルの時に、お揃いでね、なんだっけ、ペアルックでさ、買ったものって、捨てないって言うんだけど、男は捨てるって言うんだよね。なんかね、聞いたことある、それは。で、男の人は、まあ、ペアルックで持ってたのは、まあ、思い出としてはいいんだけど、まあ、ちょっとね、思い出したりしてね、ちょっとね、悲しい気持ちになっちゃうから捨てちゃうっていう人もいるんだけども、女の人は逆。なんかね、取っといて、それはその時のいい思い出だったっていうことで、なんかね、残しておきたいっていうことがあるから、この主人公の言ってることはね、間違ってないとは思うんだけど、多分これ男の目線だからこういう風に言ってるんだと思う。あれ？元カノと彼氏の思い出らしきものが一つも見当たらない。ん？元カノと彼氏？俺くんお待たせ。何やってるの？ああ、サンキュー。もうちょっと片付けようかと思って。いいのいいの。ほら、休憩しよう。なあ、彼氏とはどんな感じなんだよ。あれ？前も言ったと思うけど。私は幸せだよ。そうか。あのタイムラインの喧嘩は？ちょっと男の友達と揉めたの。でももう大丈夫だから。そうか。ならいいんだけど。大丈夫と本人が言うんだ。これ以上突っかかるのも変だよな。なんか引っかかるけど、それだけだ。はあ、もうくたくた。今日はほんと助かった。そうだ、お礼におごるから。明日、いや、明後日の夜、飲みに行こうよ。え？夜にか。私たちの再会と引っ越し祝いを兼ねて。夜に会おうって、それって。いやいや、と、友達同士で飲みに行くんだ。普通のことだ。行く。ほんと？やった。じゃあ、また連絡するね。再会記念と引っ越し祝いなら断っちゃいけないよな。そうだそうだ。引っ越し祝いならプレゼントを送るのは当然のこと。帰りに何か買って帰ろう。なんかな、彼氏っていうかこの主人公がな、元カノの引っ越し祝いを買って鼻歌混じりで帰宅した。ふんふん、ただいま。ま、誰もいないんだけど。おお、ビビった、マジビビった。今、え、お帰りなさい。お、あ、なんでいるんだよ、驚かすなって。何度も連絡がなかったもので足を運んでみました。ああ、なんだ、スペアキーとか持ってんの？元カノに、いや、引っ越しの手伝いに夢中になっていて、まるでスマホを見ていなかっためっちゃ来てんじゃん、めっちゃ来てんじゃんよ。おっと、これは相当心配かけたみたいだな。ああ、実はさ、連絡できなかったのは父親のお見舞いに行っていた。本読んでいた。引っ越しスタッフしてた。あ、これだわ。まあ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 。まあ嘘はついちゃいけないやつだね。俺が引っ越しスタッフだったからだよ。バイトだったんですか？初めて聞きましたけど。バイトではねえんだけど。引っ越しの手伝いしてたっていう言い方だと思うんだけど。スタッフではねえな。なんか喉枯れてきた。なんでだろう。だって今日限りの日雇いだからな。あー、疲れた疲れた。それは連絡できなくて当然ですね。お疲れ様です。引っ越しの手伝いは事実だし、疲れたのも本当だし、元カノの引っ越しの手伝いも今日限りだ。90% 真実だ。残りは嘘っていうか、話を盛り上げるための脚色だよ、脚色。
あ、それで関係上がるんだね。うん。ふと。今カノが俺の手元をチラチラと見ていることに気がつく。元カノに渡す予定のプレゼントだ。プレゼント for you。まあ、私へですか？違う。ああ、違ったさ。でもな、嘘を真実に変えることだってできるんだ。おう、お前にだよ。嬉しいです。ありがとうございます。うん、それでいいと思う。それでいいと思うよ。間違ったことしてない、本当に。うん。なんだよ、まだ見てないのに。開けてみて。今カノがこくりとうなずくと包装を解いていく。え？これは？どうだ？嬉しい？はい、とても大事にしますね。料理できる人なんだっけ？ああ、確かにハンバーグ作るとか言ってたからな。お前だいぶ前に包丁の切れ味が悪くなったって言ってたじゃん。今日帰りがけに買い物しててふと思い出してさ、渡してから恋人へのプレゼントに選ぶには少し不自然な品かと思い理由をつけてみたが、嬉しそうな今かの様子を見るに特にフォローは必要なかったかもしれない。なるほどね。引っ越し祝いなどでいただいたことがありますが、助かりますよね。ブッ、思わず吹き出してしまった。お友達とまた会っていたので、まあまた会っていたのではそう思っていたので。友達？俺が会ったのは友達だ。ああ、あの友達とは会ってないよ。え、待って、それは嘘だよ。そうですか。いずれにせよ少し寂しく思っていましたので、このプレゼントとても嬉しいです。今から包丁のひらっていうのか分かんないけど指でツーッとなってる。怖えな、怖えな。早速使わせてもらいます。お前、早速って何？早速って何？これ、ちょっと殺人予告してるけど、遠回しに。うん。楽しみにしていてください。怖いな。普通にメンヘラだろ、こんな。怖いよ。To be continued というわけで。今回はね、多分ここら辺で終わりになると思うんですけども、ちょっとね、話の展開的にね、俺ちょっとね、主人公にイラついてくるんだよね。なんか嘘ついてたり、してるわけじゃないのか分からんけども、なんか違うなみたいな思うな。俺と価値観合わないな、多分。お友達になれないこの主人公とは。まあそんなわけでここら辺で終わりにします。ありがとうございました。じゃあね。